考古学公園入り口ゲートパフォス考古学公園はキプロスパフォスのカトパフォス地区にある野外博物館。古代から中世までの遺跡が点在する。2世紀末に建てられた中庭を中心に部屋が並ぶ2000平方メートルのグレコローマン期の邸宅である。うち556平方メートルの床がモザイクタイルで装飾されており、神話の場面や ブドウの収穫、狩りなどが描かれている。入り口にはスキラを描いたヘレニズム機のモザイクが古代ローマ時代の建物の下から発掘されている。建物は4世紀の地震で損壊している。ディオニソスの家に似たグレコローマン機の中庭を囲んだ形の邸宅で2世紀後半から3世紀前半にかけて建造された。獣たちに囲まれたオルフェウスをはじめヘラクレスとネメアのライオン。 馬に乗るアマゾンのモザイクがある。2世紀に建造、7世紀まで使われた。部屋数が100を超える大規模な建物であるため、キプロスの行政官が暮らした邸宅だったと考えられている。3世紀後半か4世紀に作られたテッセウスとミノタウロスのモザイクが最も古く、4世紀に作られたポセイドンとアンピトリテのモザイク、ウブイを使うアキレウスのモザイクなどがある。 部分的に発掘が行われているが、4世紀中頃の作とされるモザイクがすでに見つかっており、ディオニソスの誕生から、レナと白鳥、カシオペアとネレーデス、アポロンとマルジュアス、ディオニソスの勝利などが描かれている。現在では敷地の基礎部分のみが残る。この遺跡は四方をポルティコで囲まれた広場であった。アゴラの西側にはオデオンとアスクレペオンが隣接している。 サランタコロネス城7世紀にパフォス港とネアパフォスを防御するために建てられたビサンティン様式の城塞。サランタコロネスとは40本の柱の井であり、現在でも花崗岩製の円柱が多数転がっている。1223年、地震で崩壊した。サランタコロネス城の倒壊後の13世紀、500メートル南の港の突端にパフォス城が新たに作られた。 パフォス灯台1888年に建てられた、東下標高36メートル、東高20メートルの現役の灯台である。明かり室は15秒間隔の1.5秒間の閃光である。5世紀前半に建てられたキリスト教の聖堂跡。床面はモザイクタイルで飾られている。考古学公園の入り口とビジターセンターの間に、あるが有料区域外である。詳細は、 英語版記事バシリカオブパナギアライミニオティッサ参照。考古学公園北端付近に初期のキリスト教聖堂跡と半地下構造物跡がある。ネアパホスを囲んでいた城壁跡が考古学公園と海の間に残存している。ありがとうございます。